子供が生まれてから奥さんと夜の営みの回数が必然と減りました。これはだいぶ前まではどれぐらいのペースでしたか？俺らの大先生だ。弟子やりすぎですよね。そういう質問大事よ。付き合いたてと新婚と今の回数を言いなさい。いや、わかりました。じゃあ付き合った当初も言わなくていいです。1日最高何回かだけ。いや、まあでも3ですかね。夜の営みの回数を増やしたいわけではないというのは、これどういう強がり？増やしたいのか。増やしたいのに、そういう相談をしてんのに。君はじゃあしたくないけども、奥さんのため、奥さんのためと思ってんのかね。だったらもう離婚しなさい、君は。ふさがってない。なんで？離婚です。全てを奥さんのせいにしてると言って、奥さんだけがしたいのかね。これは君はしたくないのかね。いや、僕もできればさせていただけるとありがたいなと思います。そうだよね。いやおうなしに君がどうしてもしたくなる方法じゃ教えよう。え？え？